こんばんは、谷山ひろ子の世界の時間です。この番組はシンガーソングライターの谷山ひろ子さんの楽曲を毎週30分間にわたってごく淡々とお送りする番組です。ご案内は調布 FM 袴田宗之介です。さて今週はまず3曲お送りします。少しダークな感じの曲になりますね。1曲目は人形の家、2曲目はローリングダウン、そして3曲目は革新をお送りします。3曲どうぞ。僕は夢を見ている、夢を見ている、巨大なテレビの中、僕は鏡を見ている、壁ではないと分かってるのか、深い夢の中でも誰かが不安を叩く、何か不安なことを思い出させるように、見慣れた部屋の中、机や椅子の影、夢の破れ目が悪魔の手が入ってくる。僕は夢を見ている、夢を見ている、高く今度の微笑み、僕は眠り人形、眠り人形、眠り始めた、あれはいつから、体を傾ける、目にまぶたを閉じる、誰も教えないのに、何か覚えた、やがて地方の壁が少しずつ狭くなって、柔らかにこの僕を色で求めるまで、僕の世界は人形の家、まるで壁にかけたカレンダーが笑いかける、いつでも同じ、これが僕の僕の家族、白かい壁の顔、誰も手を引いてくれない、だからもう足が動かない、呼んでみてもお母さんはいない、あの日坂の下に残してきた、耳元に甘くささやく、これはもうおやめの煩悩、これはまるで母さんの声、お前はもう何も考えない、お前のローリングダウン、悲しいローリングダウン、目を閉じて動かさない、落ちてゆく、落ちてゆく、街の中揺れるしそうな、ふらふらと歩くお前は、足がとてもとても遅いので、綺麗だけど長くは歩けないの、耳元甘くささやく、声はもう息を追いつく、僕が昔熱を出した時、寝かしつけてくれた優しい声、お前のローリングダウン、楽しいローリングダウン、目を閉じて身を任せ、落ちてゆく、落ちてゆく、
か手に戻れば坂の誰かさんはいつも僕を抱き留めようと待っているお前のローリンダウン揺れ見るローリンダウン目を閉じて身を任せて落ちてゆく落ちてゆく奈落の底で手も広げ迎えるといつは簡単じゃない飲み込む
ローリングダウン、そして革新簿でした。では続いて同じく3曲、今度はリクエストにお答えしてまいります。1曲目はラジオネーム大阪のみっちゃんさん、ありがとうございます。リクエストにお答えしてシーガル。そして2曲目はラジオネームかさぶたはがしさん、ありがとうございます。果物屋のテーマ。そして3曲目はラジオネームヨッシーさん、リクエスト曲はナラルー。3曲続けてどうぞ。
気にならん。悲しいのや悔しいの、寂しいのやおかしいの、悲しいのや悔しいの、寂しいのやおかしいの。
3曲お送りしました。1曲目はシーガル、そして2曲目は果物屋のテーマ、そして3曲目最後はララルーでした。メッセージもいただいてるんですけど、ごめんなさい、今回は大阪のみっちゃんさんご紹介します。シーガルは静かなレストランの名前なんでしょうか。ユーミンの海を見ていた午後に出てくるドルフィンのように、ドルフィンは確かあの山手のドルフィンはですよね。あの下手くそで申し訳ないんですけど、あ、確かにシーガルレストランの名前ですね。あ、面白いかもしれませんね。はい、ありがとうございます。さて、続いて今週最後の曲になります。今週最後は時計館の殺人をお送りします。どうぞ。雫を凍らせて飛び込む。
今週最後にお送りしたのは時計館の殺人でした。さてこの番組では谷山ひろ子さんの楽曲のリクエスト、そして谷山ひろ子さんや楽曲にまつわるメッセージをお待ちしております。ファクシミリは 042-443-8068、 メールはメールアットマーク調布 -fm.com、 もしくは調布 FM のホームページのリクエストフォームからお寄せください。いずれも調布 FM 谷山ひろ子の世界宛てまでお願いします。谷山ひろ子の世界、ご案内は調布 FM 袴田宗之助でした。それではまた来週。